こんにちは、ビビアン佐藤です。私は東京に住んでるというよりも、もう新宿に住んでる、新宿、生まれではないんですけれども、もう心は新宿生まれのような、人間です。新宿ではですね、新宿フィールドミュージアムという、屋根のない大きな美術館、なんかそういった、構想がありまして、そのプロジェクトにもよく関わっております。新宿の歌声喫茶ともしびの店長をしてます斉藤です。歌声喫茶って66年の歴史があって、ずっと新宿で営業してきたので、新宿にはね、なくてはならない文化だと思っています。よろしくお願いします。今コロナで大変な状況ですけれども、新宿区にあります、とってもこう、貴重な、素晴らしい空間を、紹介したいと思っております。今日はですね、歌声喫茶ともしび来ております。どうぞよろしくお願いいたします。なんかね、歌声喫茶っていうと、実は昔は結構たくさんあったと聞きますけど、そうですね、ともしびがそういう歌声喫茶ができたのが1954年っていうふうに言われてるんですね。あ、じゃあもう半世紀ですね。50年代後半から60年代にかけては、その戦後の新しい家とか、地方から集団就職で、若者とか出てきた、そういう青年たちのこう拠り所みたいな形で、国民的ブームって言われたほど大きくなった、大衆文化っていうか、娯楽っていうか、そんな感じだった。まあ、今で言えばね、そのカラオケとかがありますけども、それもっともっと前の、そうですね、もうそんなものもない文化ですよね。そうですね。なんか例えばこう流行歌ですよね。そういったものをこう、まあ、レコードで聴くのか、テレビラジオなのかっていう感じでしょうけども、それをこうみんなでこう歌うっていうことがね、やっぱりこういった施設でしかなかった。そうですね、もうカラオケもないし、テレビもそんなにね普及されていない時代だったので、やっぱそういうところにこう集まってきたみたいですね。なんか流行歌っていうものもね、すごくこうなんて言うんでしょうかね、みんながこう口ずさんだり、なんか鼻歌でこう自然に出てきたり、ものすごくその時代を象徴したりね、してるものなのかなっていうふうな気がしますよ ね、 すね、当時こう、青年だったり学生だったり人たちが、やっぱり、また戻ってきてるっていうのはやっぱり大きな流れがあって、なるほど、ね、だからそのご年配の方が多いから、古い曲というだけではなくて、みんなで歌って楽しいっていうのがやっぱりそういう昔の曲なのかしらね。そうですね、その当時のこととやっぱりその昭和歌謡みたいなブームかっていうのが今あって、やっぱりその昭和歌謡をこうなんか好きで来る人も多いです。そういうのは若い方もね結構いるんですよ。この歌声喫茶のいいところって、こう歌を歌うことで、なんか隣の人とか周りの人のこう息遣いを感じながら一緒に歌う、こう楽しさっていうのがあって、でそこでこうお客さん同士で交流が生まれたり、なるほど、するのはやっぱりいいところですね。なるほど。なんか例えば今日ちらっと見ててね、そのキャンプに行ったり、あとそのワンダーボーゲルっていうのがね昔流行った、でその時って大体みんな、お昼ご飯とか、それからまあ夜はこう囲んでね、焚き火囲んでこう歌を歌ったりとか、なんかそういうそんなイメージですね。似てますよね、キャンプファイヤーを。そこでこう連帯というか、生まれるんですかね。20代の若いメンバーが少しずつ集まっていて、そうですか、新しいこう、音楽とか、雰囲気をね、今落ち込んでる、ちょうどそういう時期にこのコロナになっちゃってね、最近知ったんですけども、平成生まれ昭和育ちっていう若者のコミュニティがあって、本当に昭和歌謡を楽しむグループがあるみたいなんですよね。そういうメンバーも少しずつここに来始めてます。面白いですね。面白いですね。思ったよりすごく広い空間で。ありがとうございます。ね、本当にこう奇跡のようなね空間になりました。はい、本当にこれからその若い人たちの方でね、こういう文化を引き継ぎたいなと思って。それにはこう新しい曲も増やしたりだとか、そういう人たちがこう来やすいような雰囲気とかね、作っていきたいなと思っているところです。
はい、じゃあ今日は、はい、歌声喫茶ともしびからお送りしました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。